IMS ベアリングは？いいか、こいつはポルシェ初の記念すべき水冷式だ。IMS ベアリングは見たか？1997年以来20万台近く作られたんだぞ。マイク、答えろよ。もう。マニュアル5速トランスミッションにいろんなメーターもついてる。実にいい車なんだ。GTI だもんな。GTI だもんな。どうなってる？どうなってる？それにマイクと私が試乗するとなると2人分の重量がかかりますし、特に私が運転する場合助手席側が重くなるので意味がありません。全く言い過ぎたの。1991年式アルファ 164L、 かの有名なピニンファリーナがデザインした車です。失礼なこと言っちゃいけない。この車をデザインしたのはピニンファリーナ、フェラーリを手掛けてるんだぞ。いい車だろ、思い出してくれ。ピニンファリーナのデザインだぞ。アルファがフィアット傘下になって最初にアメリカに輸出した車だったんだ。30年前のローマのタクシーにしか見えない。ふん、ピニンファリーナがデザインしたと思えばむしろ美しい白鳥のように見えてくる。デザインがダサすぎる。ピニンファリーナがそれを聞いたらどう思うかな。知らないよ。せかしたりはしませんが、もうちょっと早くできないものですか？2分でできるって言ってたのに。こんなにかかると思わなくて。もう夕方ですよ、もう夕方ですよ、もう夕方ですよ、もう夕方ですよ。企業秘密の機械だから皆さんにお見せできないんです。その代わり私を見てください。私を。このひびを直すにはそれなりに費用がかかるでしょう。それにエンジンルーム内ではオイルが漏れています。くつろいでくれ。僕はキャビンに泊まるから君は思う存分楽しんで。なんて？僕はログキャビンに泊まるから君は自由だ。寒くなるようだから暖かくしろよ。冗談だろ？いや、これはマイク流のいじめか？嘘だろ。待ってたよ。この車を走らせると魔法がかかってディーラーをやり始めた頃の昔の自分に戻るんだ。テレビはまだ白黒だったんだろうね。君の運転で中に入れよう。任せて。作業場まで数メートルのドライブを楽しむといい。あそこにある山だ。あの山に行くんだ。乗って。整備を全部やった君が頂上まで運転するべきだ。嬉しいな。変わってくれないと思ってた。交代だ。さあさあ、最高の瞬間を楽しむんだ。1秒ごとに驚きがある。最高の経験だ。これは素晴らしい車だよ。おいおいおい、ストップ。なんだよ。着いた。ここが頂上なんだよ。降りて眺めを見よう。
壮大な眺めじゃないか。雄大な自然を見よう。心理的にも物理的にも僕らは今頂上にいる。作業前に運転したい。ダメだ。どうしていつも運転できないんだ。俺はツインターボだから飛ばしすぎて免許を取り消されてしまう。ものすごく気をつけるからいいだろ。それじゃ楽しめないだろ。君はサーキットで飛ばしたいタイプ。決戦の日まであと数日。あんたはプロのレースドライバー相手にドラッグレースに挑みます。挑戦は危険を伴います。私たちの65年式プリムスバラクーダは野獣のようなパワーを備え、解き放たれる瞬間を待っています。相棒のために万全を期します。今回のスーツは二重構造になっていて、炎が当たっても10秒は燃えません。そんな状況を避けたいですがね。君にもプレゼントだ。おお、俺にも作ってくれたんだ。ああ、お揃いでね。僕はチームの監督、君はドライバー。これを着れば君だと一目でわかる。あんた、健闘を祈る。できることなら今からでも君に代わって僕がハンドルを握りたいくらいだ。なら変わる？いや、じゃあな。気をつけて。君をすごく近く感じるよ。ちょっと嫌だな。僕は君とドライブできてハッピーだけどね。僕がついてる。さあやってごらん。いい匂いだね。またおかしなこと。今日の匂いとてもいい。どうも。うん、本当にいい匂いだ。で、ラチェット？とわずかな漏れと。心配ないって。おい、手を離せ。とにかく対80年代のラジオギアノブ、そして君の可愛い顔を撫でてるところ、撫でてるところ、撫でてるところ。次は研磨パッドを使ってフレームを磨き、昔懐かしいシンナーで汚れを落とします。いい、シンナーをくれ。シンナーを。シンナーを。ほら、やった。じゃあ、戻ってこい。 OK。 コーヒーで眠気を覚まし、はるばるここまでやってきました。非伊豆の国から来た伝説の車を見るためです。その車とはもちろん日産 300ZX ツインターボです。一般的な名称は日産 300ZX ですが、日本車愛好家の人たちにはそのシャシーナンバーである Z32 として知られています。 Z ではなく Z と言ったのはそれが正式な呼び方だからです。マイク。ああ、すまない。オイル漏れを起こしてるのはまさにこの下だろ。通称地獄。